アイルトンシンボリは日本の競争馬、シュボバ。主な価値案はステイヤーズ・ステークス。アイルトンは、会一ドライバー、アイルトン・セナから取られている。中央競馬で競争生活を送る。1992年5月3日、第2回東京競馬第4日目第4競争のサラブレッド4歳未勝利戦にてデビュー。同年秋に500万点900万特別を連勝。 12月準オープン馬ながら、ステイヤーズステークスに出走。格上挑戦であったが上がり馬の勢いと、手薄な相手関係などから一番人気の支持を受け優勝、重賞タイトルを手にする。1993年は、日韓スポーツ賞金杯3着、七夕賞2着など、重賞競争で安定した成績を残し、また、ステイヤーズステークスに連覇を果たすなど、 中長距離路線の中堅場として活躍する。1994年休養明けの名ステークスを、静止宝塚記念に2年連続出走、8番人気と、低評価ながら2着と構想。暮れの有馬記念では4着と検討。勝倉は一生のみに終わったが他にも GII2 着2回など、検討した1年であった。前年同様に、 シーズン前半を休養に当てた1995年の初戦は3年連続出走の宝塚記念。しかし力は衰えず5着に入り、秋の天皇賞では3着と、構想した。1996年以降も現役を続けたが、客部不安のため出走はなく1997年2月に現役引退。GI 出走は7回を数え、 尻足上勝てないまでもそのうち5回の入着。また、全25層中21層で掲示板を確保し、安定した成績を残した。引退後1997年により、シンボリ牧場にて種ボバとして強用されるも、産区数の少なさもあり、活躍場は出せなかった。2004年に種ボバ登録抹消となった。功労馬つなぎ洋展寺事業の対象場になることは、なく、 道牧場を出されてからの消息は不明である。ありがとうございます。